キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあドラウト通信簿、はい、広島東洋カフェねえ、はい、重複で常広投手、うん、獲得で、でも2球団だったね。ねえ、うんうん、もうちょっとねするかと思ったけども、竹内くん人気がね、うん、当初よりやっぱりありましたしね、うんうん、でも竹内くんも3球団だから3球団楽天とだから、まあ、あとはやっぱりね、あのオリックス阪神が単独で行ったっていうね、はい、うん、ところが、まあ、あるけども、うん、まあ、そこをねしっかり獲得して、高、滝田、中田、はい、赤塚、うん、そして杉田、佐藤、杉原っていうね、うん、ところのドラフトになりましたけども、はい、なんて言ってましたかカープは、はい、はい、クリーンアップ候補のサードが欲しいと、林は必須ですね、うん、で投手は左のリリーフが欲しい、1位野手なら2位3位は大学社会人投手で、下位はまあ地元枠いつも取るからそういうところもあるんじゃないかと、うん、でパンチ系の高卒野手も欲しいところ、キャッチャーはいらないって言ってました、うん、絶対いらないっつって絶対いらないいるからねっていう、まあ1位はね常広君行って、はい、抽選当たってね、うん、で2位高、ね、私これ当たったんですよ、2位に高投手持ってきた方がいいっつって、ねえ、うんうん、俺もこれ見て、投手は左のリリーフが欲しい、うん、リリーフなんかな、左、あとはもう黒原とかね、あの 1D コンビをどうするかだね、うん、左のね、あとまあ玉村とかね、うんうんうん、とかをどうするかっていうね、はい、ところで、で、滝田、うん、ね、清佐道都大学の、これも左だよね、でもっと上位で呼ばれるかもっていうぐらいのピッチャーでしたよね、うんうん、で、4位が中田、うん、はい、内野手ね、うんうん、大型一塁手、はい、パンチ系高卒野手も欲しい、おお、あれカーブも見てる、せさカーブも、うん、カーブもサトちゃん見てる、サトちゃん、サトちゃん、サトちゃん見てる説あるで、はい、で、赤塚選手、うん、お静岡じゃん、はい、箱丸さん言ってた、赤塚君知ってた、いや、私これ出身が静岡って知らなかったんですよ、ね、中京高校から行ってるからね、そうなんです、そうなんです、ちょっとこれ見落としたんですよ ね、 ね、最速153キロの直球とツーシームが武器の大型右腕、はい、通算16完投を誇り、うん、2年役位、3年春には登板全試合で完投した、うん、大学日本代表だって、はい、すごいじゃんね、うん、だから何かが、何かダメなとこがあるんだろうね、その力あるけども、はい、じゃあ制球なのか、うん、何か、もしくは変化球があんまりなのかっていうのがあるかもわかんないけど、はい、力強さね、育成、はい、育成のね、この3位の杉浦、杉原、京都国際、杉原、あ、杉原、未来君、うん、これも京都で無双だったんだよね、はい、うん、俺見てて、うん、テレビで、はい、この京都国際の杉原を打てるかどうかだから、はい、杉原対策みたいなのやってて、うん、なんかベスト4かなんかで負けちゃったんだよね、でもあの結構評価高いみたいな、うんうん、だからまあね、育成だからちょうどいいんちゃう、未来に向けてね、うん、育てていくっていう部分ではね、うん、はい、正直ね、あ、静田いるじゃん、そうだ、静岡のゴジラがここで入ったんですよ、静岡のゴジラ、はい、ね、佐藤圭介内野、そうです、しかも、うん、育成1位の杉田君も、そうそう、日大国際、あの、静岡なんです、西島だもんね、はい、うん、国際関係学部って、うんうん、だ静岡関連3人も取ってるもん、うん、あれこれ見てるせい、袴田さん、あ、じゃああれか、好きな、え、なしって書いてる赤塚君好きな人なし、なし、はい、うん、でも前ね、私ここで推してた静岡の二俣くんっていうキャッチャーも広島前ね、うん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 、取ったりとか、うんうんうん、これちょっと説ありますよ、そうだね、やっぱ東海道線つながってるからかな、はい、結構見たこともつながってますよね大阪もね、神戸も、はい、でもまあめっちゃ良かったんちゃうね、うん、いや、いいと思います、正直ね、ピッチャーより内野一人っていうところでね、うん、まあ今だから西川の FA 問題あるけど、はい、まあ、俺はせえへんのちゃうかって思ってるけども、うん、まあ、内野陣はマクブルームがあの戦力外になったっていうところで、はい、まあ、デビッドソンがファースト行ってもいいしね、うん、サードがいないんだよねこれっていう、だから田中康介とかやってたりしてたけども、うん、あとも林とかね、はい、うん、だ育ってくれればいいけどね、はい、この中田くんとかね、うんうん、であとはだって、まあ、小園がねもう大丈夫でしょうっていう、はい、でセカンド菊池でしょ、うん、で外野が西川、秋山で、野間でしょ、うん、聖火ね、ファーストとかもあるのかな、いける、でかいしね、しかもね、はい、うんうん、上3人がこんだけいいピッチャー取れたっていうのは大きいですよね、うん、いや、もうピッチャーさえどうにかなったら優勝いけるからね、うん、だから西川出ていかなかったら、いや、カープはこのドラフトも来年また優勝予想近くなるんちゃうかっていうようなね、うん、ところでこの3人取れたらちょっとそれはちょっと真鍋君いけないよな、うん、順番的に言うと、はい、だから4位でも良かったんだったら取っ
ってくれてたよな。確かにそんな感じしますね、うん、正直ね、うん、この上位3人がだからもし常色くんが取れなかったとしてもピッチャー行ってるだろうから、うん、こう取れたんだったらそれはちょっと真鍋くんいけないなっていうところで4位までだったらいけてたね。気もしますね、正直ね、うん、ここで中田君を指名するっていうところはね、うん、そうですね、うん、でもまあパンチ力系あるのがね必要だから、はい、うん、そういったところでもねしっかり取れてるっていうところもあるしね、うん、はい、で佐藤君もパンチ力系でしょ、うん、だからなんかもう明確に今いない選手をしっかり取れてるね、うん、キャラクター的にはね、はい、まあ、ピッチャー陣も含めてね、うん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 、でいいんじゃないですかねえ、うん、あとやっぱ広島にいいなと思うのが、うん、あのこれプレティニュースでもちょっとプチ情報で入れましたけど、うんうん、タカ君、うん、芸人になりたかったっていう、うん、野球やってなかったら芸人になりたかったって言ってたぐらいなので、うん、多分すごいねユニークな性格してると思うんですよ。でも好きな有名人なしやこう芸人書いててほしかったよね。本当ですねなりたかったらそうですね、うんうん、広島はこうあれ自己紹介動画みたいなのあるじゃないですか。あるね、あれ3つも変動とかして、ね、やればね、うん、面白いかもわかんないしね、思いますよ、うんうん、しかもあの常色くんも森下と同郷なんでしょ、大分だからね。あ、そうですね、うん、そういったところでは関係値もね、うん、作ってるし、うん、いや完璧だったんじゃないの、ね、ドラフトね。常色くん引いた時の新井監督のもうねすごかったですねっていうもうやっぱり広島に入るためのみたいなね、常に広島。あ、そう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 、常に広島ねうまいこと言いましたよね。下がっつ言ってたからね、下がっつ、うん、いやだからめちゃくちゃ良かったよね、うん、状況的にはね、はい、ということで、はい、評価は広島の評価は S です。おお、これも S ですから、はい、はい、S、 いや、うまくはまればえげつないよ、うん、こう2位も完璧だしね、うん、武田君とかハム行くかと思ったけどね、北海道出身だからね、うん、ね、うん、S コンでバイトしとったみたいですからね、彼。そうなんだ、そうなんだ、北広島に学校があるみたいで、うん、お母さんが去年亡くなってね、うん、契約金で、ね、お学校であげたいみたいな、うん、兄弟がすごい多いんだよね、うんうんうん、これで頑張ってねもらって、でも左枠空いてるからね、そうですね、カープはね、うん、本当にめちゃくちゃいいとこだと思うし、うん、あと育成のこのね杉田、佐藤、杉原ね、うん、この3人がいつ上がってくるかも何気にちょっと注目してるね。楽しみだな、うん、ねえ、うんうん、あとは何気にねこの陰に隠れて5位の赤塚くんが一気にスターダムでパワーピッチで上がってくる可能性もあるからね。やりますよ、うん、まあ、中田くんはね将来的にだからね、はい、まあ、最近沖縄出身の選手もね頑張ってるからね、はい、そういったところでね期待値も高いというところで、はい、かなりねもう来年速攻性あるからね、うん、このドラフトは、はい、来年優勝しますドラフトだね、うん、カープはね今年ね、あと1個でしたから、うん、そうそうそう、だからぜひねこの投手陣を引っ提げてどこまで頑張れるか、だからこの3人のね活躍っていうのもかなり重要になってくるしね、はい、しかも去年ね川野で増田っていうところの右取ってるから、はい、こう左ちゃんと抑えてるっていうね、うん、ところも去年から通じるドラフト的にも横の軸で考えてもめちゃくちゃ良かった、ね、なるほど、うんうん、だから去年はだって増田、川野、長谷部だから、はい、で上は斉藤君の高校生っていうところだから、はい、でそれでも今年速攻性持ってやりたい、ちょっとあの、うん、森、黒羽がもう一歩こう出てきてくれない、うん、あ、黒原ね、もう一歩黒羽じゃない黒羽だ、何が混ざったんだ黒羽キャッチちょっと常広隼人の羽にちょっと持っていかれたね、持っていかれた、なるほど、うん、だから黒原、森ね、はい、ここら辺がもうちょっとグーッとね、もう期待値よりも上がってきてくれないっていうところでね、だからこの滝田、タカで、うん、その森、黒原、うん、抜かれたらもう行くとこなくなるから、こいつらも頑張らなきゃいけないからね、そうですね、うん、お尻に火つきますもんね、そうそう、そういったところでは、まあ、ピッチャーどうにか補強したいというところで、この2年セットでみたいなね、うん、だからここでね、負けた人はもう脱落よ、はい、正直ね、うん、あの去年で納得してくれないっていうところだしね、うん、増田、川野がもう一つ上がってきてくれないっていうところでね、うん、また高塚君とかを取ってるっていう可能性もあるから、はい、ね、去年のドラフト、まあ、買い指名だったからね、うん、そこに葉っぱをかけると同時に生き残りをかけたサバイバルでもあるけども、はい、非常に来年ね、うん、のカープが楽しみになるようなね速攻性のあるドラフトだったんじゃないのかなと思います、はい、はい、皆さんのコメントお待ちしてます。